ローバー400はイギリスのローバーグループが1990年から1999年まで販売していた乗用車である。当時提携関係にあった日本のホンダ技研工業との共同開発者であり、車種などの多くをホンダコンチェルトまたは6代目欧州向けシビックと共有していた。初代サルーン1989年に発売された英国製のコンパクトサルーン。 およびステーションワゴンである。この開発プロジェクトは、ホンダ技研工業との共同作業によるもので、共同開発者であるコンチェルトとは、車ャなどを共用していた。基本的な車台は EF 型シビックの流用で、各部補強を行ったものとされる。サスペンションに関しては、ローバー独自のストラット形式が採用されていた。エンジンバリエーションは、ホンダ ZC 型サイチェ C1.6 リットル。 DOHC1.6 リットルとローバー製 K シリーズ1.4リットルとターボエンジン 20T4G が用意された。日本ではローバージャパンが1993年から発売を開始し、ホンダエンジンを搭載した416スリーステーションワゴン型である416スリーツアラーが輸入された。ターボモデルやローバー自社製エンジンを搭載したグレードは日本には 導入されなかった日本では3ナンバーの普通乗用車扱いとなっていたが、これはフェンダーにモールを貼って横幅を伸ばしたもので基本的なサイズは5ナンバーであった。二代目ハッチバック1995年にフルモデルチェンジを行った。開発は初代と同様にホンダとの共同作業にて進められたが、発売時には定型関係が終わっていた。 デビューは5ドアハッチバックタイプが先行し、1996年に5ドアハッチバックのリア回りを大幅に変更したローバー400サルーンが登場した。ローバージャパンが1996年によりサルーンタイプを正規輸入した。ステーションワゴンである416スリーツアラーは、ホンダ製エンジンに置き換わりローバー系16エンジンと ZF 製 CVT を積み、 ローバーツアラーとして400シリーズから独立し、ローバーステーションワゴンとして引き続き1999年までカタログに乗ることとなる。主要メカニズムは共同開発者でも、ある当時の欧州向けシビックと共通する部位こそ多いものの、味付けはまるで異なるもので、自社開発のガス封入式ダンパーを採用するなど、徹底したチューンが行われており、乗り心地の良さと、 ハンドリングの良さを歌っていた。事実、NASA のドライバーコンフォートレベルテストでは、ナンバー1の総合評価を獲得している。装備面では輸入車としては安価な価格設定にも、かかわらず、モトキワオールナットパネルや、レザーシートといった、いかにも英国車的な作りを売りにしていた。エンジンバリエーションは、ホンダ ZC 型サイチェ C1.6 リットルと、 ローバー K シリーズ DOHC1.4 リットル、DOHC1.6 リットル、DOHC2.0 リットルローバー自社、開発ディーゼルエンジン2.0リットルが用意された。AT モデルは、ホンダ製のみが搭載された。なお、欧州では、MT の需要が高く、本国英国では、ほとんどが、ローバーエンジンを搭載したものが流通していた。ホンダガソリンエンジンは、 日本国内に流通しているホンダ車のものとは、カバンが異なり、ヘッドカバーなど細部、主に欧州圏用、ローバー向けのエンジンとされている。日本では1996年から発売を開始し、サルーンタイプのホンダエンジンを搭載した4 1 6 3 416SI が輸入され、1998年には、 電動格納ミラーや同色サイドモールディング等を搭載した限定車コンフォートパッケージが登場した。ハッチバック版やローバー製エンジンを搭載したモデルは日本には輸入されなかった。ローバー45英国仕様のコンチェルトもフロントサスペンションはローバーが開発したストラット形式であり、製造もローバーの工場への委託だったため、当時のローバー車と同じ車台上3桁番号が 与えられていた。ホンダガソリンエンジンは日本国内に流通しているホンダ車のものとはカバンが異なりヘッドカバーなど細部に違いがある。1996年度版ローバージャパン作成カタログ PQ。ありがとうございます。